ちょっと。ダメだよ、まあ、パンパックすんな。パンパックすんな。もう手遅れです。今更遅いです。何ですか最後の追い込み。追い込み変わるから。いやね、うん、ボディービルダーだってね、そう最後さ、やるから、あの、もうお互いの足を引っ張ることしか考えてないから。ボディービルダーは自分の体に集中するから。今見てても子供の喧嘩、ただの。よくないです。何ですか、あの、とうとうもう、はい、ダイエット企画、うん、前回はね、まあ、2ヶ月っていう話でしたけど、うん、まあ、気づいたらもう3ヶ月経ってました。うんうんうん、はい、なのでもうそろそろ本当にあの結果発表の方をやっていきたいなと。なるほど、ね、いやーすごい濃い3ヶ月でしたね、うん、ちなみに どうだったの、その、まあ、一旦謝っとこうかみんなにはね。遅くなってすいませんっていう。それは確かに。そう、コメントもいくつか来てたから。うん、どうなったんですかみたいな。そう。一応、続けてはいたんだもんね。続けてた。楽しそうだったもんね。ジム行く姿。うん、ね、なんか、いろいろね。続けてた。服もちゃんと新調して、プロテインとかを持って。持ってます。プロテインもめっちゃ飲んだからね。飲んだ。飲んでる。習慣になったね。今だってさ、プロテイン。ああ、わかる。あ、なんかなるべくさ、ね、分かる、めっちゃ食事でプロテインをさ、分かる。俺もオイコス買うようになったし、タンパク質多いからね。うん、そうヨーグルトの中でもオイコス。ヨーグルトの中でもオイコスだ、うん。はい。そういう変化を感じた。三ヶ月間でした。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、終われるか。終われないです。何ですかそれ。結果発表なんで、まあなんだ。上半身をまず脱いでいただいて。そうなっちゃった、なんかそう、晒し上げて、吊るし上げてさ、なんかこう、一人の人叩くみたいな、うん、そういう文化がやっぱもう、こんだけ、うん、もう、はじこっちゃってるか。叩かれるとしたら、二人だな。一人じゃないな。滝沢ガレスに DM 行ってる行ってるか。行ってどうすんだよ。ダイエットするって言って、してない YouTuber がいますって。晒してもなんもならないです。そんなん晒してもなんもならないです。ガレス砲、食らっちゃうんじゃないのか。食らって困ることないでしょ、ダイエットしてないからって。別にそういう文化が、信用が落ちるみたいなないでしょ、別に。楽しくやろうよ、いいからもうやるよ。どうだったのこの3ヶ月間、ちゃんとトレーニングとか。3ヶ月目が一番したわ。ああ、この追い込みみたいな、やっぱまあ慣れるまで時間かかるしね。そう言うて2人とも動いてないじゃん、うん、普段。そうね、3ヶ月前は、うん、1歳でしょ。ちゃんと痛めたりとかしてたし、最初の1ヶ月は。3ヶ月目も痛めてた。すぐ怪我する。うん、ほんとそう。マジで。あの頃の感覚というか、学生時代の感覚でやると大変なことになる。確かに。本当に無茶したら、うん。これ気をつけた方がいいよ、みんな。何見せんの？見せてくださいよ。これ、なんていうの、その、ルールというか、評価基準ちょっとおさらい。ああ、そうね。まあ、一応、ダイエットではなく、うん、肉体改造という。まあそうね、どっちかっていうとそっちの方が、はい、うん、一応タイトルとしてはダイエットって言ってるけど、うん、分かりやすく、うん、俺が審査員として見て、うん、見た目が明らかに、あ、変わってるなって、うん、マッチョになってる、マッチョになってるなって、うん、太ってるじゃない、太ってる、変わってはダメ、うん、痩せててかつ、まあ筋肉がしっかりとついたなって分かるような状態の人が勝ち、うん、はいはい、でもし、まあこの勝負負けた方は、うん、まず今、うん、言ったら好きなものあんまり食えてないわけじゃん、うん、ダイエットしてるから、うん、相手が食べたいもの、うん、今一番食べたいものをまずおごってあげる、うん、ごちそうしてあげる、はいはい、のとこの3ヶ月分のチョコザップのジムの料金、うん、これは僕値段わかんないんだけど、いくらになるの。月3000円1人、うん、ってことは9000×2、1万、そうだね、1万8000円。1万8000円。3ヶ月分だと。まあ相手の分だから9000円か。うん、まあプラ9000円。プラ9000円。だって今俺が全額立て替えてる。そこが問題。俺一気に2万円ぐらいしな可能性が今出てるっていう。でも浩平が勝つしかないね。そう。うん。約2万円。1万8000円ね。はい。奢ってあげるという状況でございます。僕、うんうん、はもうほんと正々堂々頼んだよ。うん。ドローだったらドローでいいか、別に。ああ、そうね。延期とかは、おのおのに任せるとして、うん、いや、別に正直、こう、明らかにこっちのが頑張っちゃってるやんってな、もちろん。どうする？本当に、
お笑いとかなしで、なしでそんなもちろんもちろんもちろん、こんなんだって一番冷めるから、そうだよ、別荘での立ち位置で言ったら、うん、みたいなことも出てきちゃうから、そんなもん、そんなんなしで、リアルに俺が見て、これマジわかんないわって、うん、で、お互いで見ても、うん、ここで決着つけれない、今、うん、ちょっとわかんない。もしそうなったら、うん、コメント欄に判断してもらう。あ、なんかそんなんでもいいかも。もう、国民投票。見比べてもらえるしね。そう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 。そう全動画見れば。だ一応前回の、あれも出すようにはするから。あ、本当ですか？こっちで。編集上で。うん。あら、どうにか。そんなわざわざする。まあ別に並べるだけだから。編集でちょっと陰影つけてもらいたい。それはもう前もってやっといてください。そんな。なんかあるでしょ、ボディービルダーのやつ。カット入れるみたいな。できないです。湯気出て強そうに見えるだけ。よかったな。そう、そういう感じ。確かにまあ、ってみるからね、あのね、ここライトがね、そうね、強いから、はっきりと。結構ね、飛ぶのよ。あー、なるほどね。だ動画上だと、なんか、前見たんだけど、ちょっと分かりづらかった。けど、まあ同じ条件で一応撮んなきゃいけないからそこで撮る。そうですね、はい。いきますか。まあ一旦でも本当に、俺の判断で勝負つくのが一番だと思うから。確かに、間違いない。うん、俺はもう本当、公平に判断する。公平にやってね。マジで。うん。行こうか。うん。どっちから行きましょう。あー、でもまあ両方。同時？同時の。あ、どうする？じゃあじゃんけんして。変に成功方法でなんかね、なんか出るからね。イメージが。あれそうやんな。こっちがよく見えるぞみたいな。両方同時の方がいい？同時の方がいいわ。そっちの方が、うん、フェアフェア。フェアか。うん。いや、同時でいこう、じゃあ。じゃあいきます。下も？え？下？下の部分ある？いや、俺やっぱ下半身中心に取れました。その作戦ね。うん。でも、やっぱ一番大きい筋肉だから、太ももとかがね。その基礎代謝も上がるっていうので、はいはいはい、基本的にスクワットメイン。はいはいはい。ランニングメイン。好きやん、こいつ。スクワット。スクワット、そう、最初に一回一緒に行った時もね、ずっとスクワットして。チョコザップ行く必要なくない？スクワット。スクワットだったら。一番重いにして。ああ、そういうことね。重さがあるやつね。え、どうする？どうする？じゃあ、上二人ともパッてね、入ってくる。ああ、そうだね。それがいい。カメラインしてくる。うん、そうしよう。じゃあ、こっちで。それで、うん。一旦上脱いでもらって、このままここに、パッと入ってきてもらいます。共用にタンクトップとか着てる気がする。ちょっとお前に見えるような服選んでねえかこれ。いや別に服着たまま出るわけじゃないからね。脱ぎ方言う。映ってないから。映ってない。映ってないから今。マキの。まあでも変わってはいる気がするな。あなんか。人見て。うん。そうね。ちょっとじゃあ二人とも入ってきてもらって。ドリフかドリフの入場かこれ隠されてんだっけ隠せなきゃダメあ今ずっと映ってたずっと映ってたまあ一瞬だったら大丈夫でしょ、まあ、はいということでちょっと下がれる壁際にあはい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 どうしようかなじゃあちょっと一旦一人ずつ回転するこれは、今二人一気に見れたし。確かに。その、そうしよう印象自体は一緒だから。ああ、そう。オッケーオッケーオッケー。ちょっとじゃあ。テッセイさんから。じゃあ、前からもらっていい？テープとか書いてあるけど。ちょっと下がれる？その、壁の方まで。いいの？ポーズそれでいい？そのなんか顎グッて引く感じでいい？わかんないけど。わかんないけど。でも本当に。でもさ、あれ腹筋そんな出てたっけテスト。いや、俺もね、それ思った。あれうん。隠してんだけどさ、つけちゃってるのよ。お前さ、意味ないって意味ないよ、ギリ見えてるそう、見えてる。ギリ見えてる。意味ないよ、意味ない、これ。何重かにしないといけないかもしれない、それ。ちょっともう、テスさんにもこれ渡しとわ。あ、そうね。あ、それだったらいいかも。うん。まあ、養生テープだからさ。確かにね。ちょっとまあ、それも公平だけ写しとこう。ほこれで。あ、いける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 。乳首荒れたら。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でもさ、このさ、テープの幅でさ、うん、乳輪の大きさバレたら。いや、いいって別に。これはね、めちゃくちゃちっちゃいから、もう完全に隠れるこれで。まあこれでほら、一応ね。あ、一応ね。お互いこう。胸筋とかもやってるからね。あ、まあまあまあ。見せたいよね。うん。そうそうそう。こうやってやるとちょっとさ、そうそう。ね。あ、ちょっと待って、でもマジで。あ、テッセイそんな影出てたっけ？いや、そうよ。俺自分でも思うの。俺も思うよ、自分で。いや、なんかね。
あれちょっと待って。テッセすごいかもな、普通に。胸筋とか、俺多分生まれて初めてできたかも。ああ。一瞬でもともと分厚いのもあるよね。そうそう。結構なんか、詰まってる感じの体型だよね。うん、ねちょっとじゃあテッセまず、一回もらっていい？その。自分のポーズね。自分のポーズ。そこね。あ、いや、あ、まあ、普通に一旦、直立で横を後ろもらって、で、最後自分のポーズいこうか。そしたら。あ、今、あ、今ちょっと着替え中。すいません。すいません。ちゃんと照れてるな。すいません。じゃあ早く出てください。じゃあ早く出てください。見たいじゃん。ちょっと見てるじゃない。絶対見たいじゃん。早く出るんですよ、それ。開けてすぐ喋るから。そういう気持ちある人は。お疲れ様です。お疲れ様です。今その一応ダイエットの発表会。発表会。発表会。完全終わり。ここからです。今。大丈夫だ。乳首。一応これで隠してる。これで大丈夫だ。うん。え、横。横。横。あ、逆かな？こっちかな？すごい、ね。前回。あ、今動画回してるとかじゃない？うん。あ、動画回し。でも動画回してる？うん、回してる回してる。あ、あ、大火事やって。え、どこが？この辺が？うん、あのこの通りのあの。ここ建物出て左行ったらもう5台ぐらいだよ。だからかこんなうるさいのマジで。すごい、ね。後ろ。はい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 。え、背投げこうとなってない。背投げ見えないな。いやでもね、あすごいわ。その正しい一番いいポーズって何なんだろうな。いやわかんないよそんな。わかんない、まあ、好きなポーズ。こうとかってこうとかこうがよくイメージあるけどななんか。それふざけなしでガチ自分の中で出るポーズやって。で、顔を上げた方がいいかも、その影になっちゃうから。じゃあ、はい、顔を上げて。はい、OK です。すごい。これは、すごいわ、ちょっと。じゃあ、石井さん。はい、横。ちっちゃいジープの上に乗ってんのかい。普通の人じゃねえ。ジープが乗ってる。普通の人じゃねえか。ちっちゃいジープの上に乗ってんのかい。ちっちゃいジープいいな。はい、後ろ。ああれなんか腰んとこの肉減った？いやもうちょっとそう、それは僕も感じてる一番の変化で。お腹がポコリと出てましたんで。うわ、これ、きちい！じゃあちょっと石井さんのオリジナルというか、ポーズ。はい。はぁその、石井って大人のチンパンジーみたいなんだよ。よいしょ筋肉のつき方が。ガリガリにの筋肉あるから。うん、なんかさ、そうなの。え、今パン君こんなんなの気のないチンパンジーと同じ感じ。個人的に一番感じてるのは、ケツが硬くなった。スクワット。ちょっと横向けるもん一回。なんかさ、ズボンちょっといい？下ろすとか。なんかデニムだから分かりづらいかもしれない。そのお尻がどうこうっていうのが。石、下半身すごいよ。すごい。お前さ、お前、チンチン間に出すな。出してないのこれ。ちょっと横見て、横見て。それはね、やっぱね。すごい前に出てるな、チンチンが。あ、でも、あれ、ケツちっちゃくなったな、コヘ。うん。で、硬くなった。俺、あの、前のやつ見返しててさ、コヘ意外とケツでけんだと思ったのよ。ずっと言われてた、俺。お尻振って歩いてるってずっと言われてた。こういう歩き方するらしいけど。マリン・モンドロンみたいな。そう。あ、でも。セックスシンボルとして。すごいな。確かに。うわぁ、これ悩ましいよ。二人とも変わってるわ。変わってるは変わってる？いや、ちょっと待って。一回止めていい？見返すわ。うん。ああ、過去の。過去のやつを。前のやつね。うん。それは確かに。ちょっと公平な判断をしたい、これは。うん、俺は。はい。すいません、お待たせしました。ちょっと過去の動画とかもろもろ見返して。うん、あの優勝者をガチのね、はい、ね、もう僕の方で決めさせていただきましたので発表みたいなのっていうのは、あ、痩せたかどうかではなく、うん、体が見た目として変わったかどうか、うん、なるほど、そうね、はい、はい、数字じゃなくてね、はい、まあ痩せたにしても例えばここの肉なくなったなとかも全然あり、うん、とりあえず体が変わったかどうか、はいはいはい、それでは発表します。優勝はドゥルル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 ルでかー！優勝は、
しんでたのに本物が来た。すごっ。チョコザップレで横とかも見て、いやこれ、ね、横が信じられない。いやすごいな。テッセイさんと並ぶのに背中広っ。これめっちゃ分かりやすいと思う。これが同じ人間だからね。テッセイ中に入んじゃない、普通に。いや、二人、二人、二人入ると思う。マジでスポって。ケムリさん切れる。だから身長ほぼ一緒だもんな、うん、松井と俺って。後ろは背中は背中とかもめっちゃ広い。うわぁ、うわぁ、全然違う、マジ。全然違う。これチョコザップにいないの。いない。チョコザップいない。ガチザップにしかいない。まあまあ、草野球楽しんで。メジャーリーガーだ。めちゃリーが来た。すごい。すごかったね。でもちょっとさすがに。ずっとやってるとね、ああなるってことよ、筋肉が。本気の人が来ちゃいましたけど。うん、うわぁ。ちょっとじゃあ最後、本気ポーズだけ。じゃあいきます。流行る、今回、第1回別荘ダイエット選手権、優勝は、ドゥルル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 だってなんかこう流れでいったら石の負けになりそうみたいなのは正直あるもんな、うん、あるあるある。だから俺そこは本当に忖度したくなかった、うん、の上でやっぱ変わったのテス、このこのね、これさ、ちょっと声おいで。いや、なんでお前も来るお前は来るね。勝って嬉しくなってんじゃん。前テス腹筋に線入ってなかったのよ。あ、まあ、ちょっと前の画像わかんないけど、これ一回テス手どけて、うん、ほらこの、うんうん、わかる、なんか。わかるよ。腹筋のこう、陰影ね。そう。陰影がめっちゃ出てんのよ。あと、胸筋。そう、ね、マジ変わったの、胸筋やで。確かに、確かに。本当に。いや、でも俺も、テセさん脱いだとき、おやと思いました。負けたなっていう。負けたって思いました、正直。こう、見た目の変化のインパクトがやっぱある。あ、まあ、そう、そう、うん。そこがちょっと強すぎた。申し訳ないけど。後編も、痩せた、痩せたのよ。そう、俺薄くさ、スライスしてみた感じよな。そう、なんか薄くなった。薄くなったなって感じ。でも、やっぱポテンシャルは絶対石井の方があるから、一緒やっぱその、お互い報告し合ってたけどね。マジで行ってない、ジムに。ここでその吊るし上げを。そんな、こんな吊るし上げ。いや、でも本当に、俺が3回報告して、1回報告来るくらいだ。うん、いや、なんかテスはね、そう言ってるってイメージはあるのよ。なんか怪我しもしてるし。週1ぐらいだと思う、鳴らしたら。そう、俺は。うーん、3ヶ月で。本当に全部の予定が終わって、深夜とか行ってたもん。そう、俺よく聞いてた、それ。なんか0時にチャリンコで行ってきたみたいな、マジかみたいな話とか聞いてたし、ちょっと石井浩平の SNS から見るに、ちょっといろいろ食いすぎてるなっていう気もした。まあ食事制限も正直そこまでしてないね。だその分動いてたらよかったんだけど、まあね、もうちょっといけたんじゃない公平っては思う。まあ確かにこう。期待してたから俺。あ、変化を。元の公平のやっぱ筋肉量に。まあこういうとこが、やっぱ受験勉強頑張れなかった。こういうとこで出んのよ。いやー、ちょっと、惜しかったなー、でも。いや、もうちょっとだったら、浩平が、もうちょっとなんか、わかりやすく変わってたら。確かにね、もっとこう、そう。脂肪がなくなってたらな。リアルに浩平にしてた、ちゃんと。ちょっと、でもやっぱ、そろ、あの、痒くなってきた。来ていい？確かに。これも、剥がしたいな。うん、痒いよ。で、剥がそう。いやー。いやー、でもいい戦いだったなー。どうする？その、継続するかどうか。そう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 。目標の体重みたいなのとかはお互い別にやってなくっていう感じ？うん。そのここまで減らしたらみたいな。ああ、な、ないです。それとかは別にやらずに、じゃあもう継続にする？まあ、おのおの形で。おのおのの筋トレライフを。うん、筋トレライフを。だから、あの、解約する？お前は。解約